はいどうもお茶です。今日はね久しぶりにデビルメイクライをやっていこうと思います。でね見てもらったら分かるんですけど、実はねちょっとね進めちゃって、その時ね実況動画撮ってたんですけどね、録画ミスでねそれがなくなっちゃったんで、こっちのファイル4からスタートしていこうと思います。このファイル5がこのねファイル、じゃあ前回がファイル4ここなんですよ、これなんですよね前回のファイルで、今回撮ったのがこれなんですけど、こっちがね録画ミスでなくなってたんでファイル4からスタートってことで、はい、すいません説明がちょっとね分かりづらかったと思うんで説明し直しました。でファイル4があの騎士みたいなのを倒した後ですね、そっからです。はい、これです、魂の導き。まあ早速ミッションです、やっていきましょう。でこれですね、これをなんかね地下に行ってドアにはめ込んでみたいな感じです。でこれ黒ひょう出てくるんですよね。これ開幕避けないとね。これマジさっきも食らったんで。ああ出た。この噛みつき攻撃がね。あいでやべやべ。でもこのミッションクソ簡単で、ネタバレになっちゃうんですけど、この黒ひょう一体倒したら、なんかもうほぼ終わりみたいな。やべ。死ぬかも。やばい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 、すいませんすいません待って、あやばい死んだ。はい、ということでね、さっきのはどうやら夢を見てたみたいです。ということでやっていきましょう、魂の導き。はい、これですね、これを一番下のねドアにはめ込んでくりゃってことです。黒ひょうが出てきました。でねこのミッション黒ひょう一体倒せばほぼクリアみたいなねミッションなんですが、それだけだとね時間がクソ余っちゃうんで、やべ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 、これデビルメイクライ下手かも。あこれ乗れるんだ、知らなかった。あそう、これ剣だとダメなんだっけ、確か剣だと攻撃が当たんないみたいな。またいででででで、待って、またってなんだ、またってなんだろう、またって何か知らないけどまた死ぬかも。よし、これ自爆状態ですね。これに捕まると勝手に自爆しちゃうんですよねこいつで、まあ相手勝手に死ぬんですけど、こっちもすげえ大ダメージを負うっていう。なのでこれに捕まらないように避けつつ、いやー捕まっちゃった結局、ズドーンってこっち死んじゃうんです。まあこっちの方が楽っちゃ楽なんですけど、はい、ということでね倒しました。いやー一回で倒しちゃった、一回で倒しちゃったよ。ということでこっちですね。でこれ時間あるんですけどね、どうしよう、時間あるからどうしても3分ぐらいの動画になっちゃうんだよな。けどあんま次のミッションやりたくないんですよね、実はちょっとやっちゃったんですけど、すげえむずいんだよ次のミッションで、負けまくったんですよね。なんであんまりやりたくないなっていうのがあれなんですよ。次のね実況でやりたいなっていう、今回はこのミッションだけクリアしてみたいな。まあすみません、今日はね多分超短くなっちゃうと思うんですけど、このミッションだけクリアしようと思います。でまあしっかりねこういうの倒してレッドオブとか回収しつつって感じで、どこ行った、行って、強っ、俺デビルメイクは下手かも。どこ行った、あレッドオブ落ちたってことは誰か死んだのかな、わかんないや。あいた、なんかいた、水ね、この画面。やばい。これ、鎌振り回してくるやつじゃないんだ。どこどこどこ？いってぇ。これで回復しつつやな。OK、死んだね。あとどこにいる？もういっか。降ります。で、ここにね、はめ込んで終了なんですよね。これでミッションクリアです。はい、こんな感じでね、クリアになっちゃうんですよ。だから、どうしてもね、今日の動画短くなっちゃうんですけど、まあ、次行けっていう話なんですけどね。いやー、ちょっとなーって。だから、まあ、これでセーブして、今日はね、終わりたいと思います。
はい、ということで今日の動画はねこんな感じになりました。まあ、デビルメイクライもねなんかなんだろう、更新頻度がさすがに遅すぎて、まあいつ終わるんだよって話になっちゃうんで、まあ結構あの更新頻度上げていこうと思いますんでね。はい、まああのデビルメイクライ見てくださってる、ね、方いるかわかんないけど、まあ楽しみにしててくださいということで、どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。